どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん今日はですね、すごいお知らせを皆さんにさせていただきたいのと同時にお願いもございます。ぜひともちょっと最後まで、見ていただきたいんですけど、今日のね、この動画ではですね、このお知らせです。ドーン！ガズレレ、リットミュージック社から出ているガズレレの楽譜本が累計20万部に達成して、その記念としまして、2024年の8月にガズレレフェアをですね、全国の書店さん、楽器店さんなど本を取り扱っているあの店舗様で、開催いたします。はい、それの詳細について今日はこの動画で皆さんにお知らせしていきたいなというふうに思うんですけど、ちょっと後半お願いもありますんでね、ちょっと聞いてもらいたいんですけど、まず今日5つのお知らせということでやってまいります。まず一つ目、この20万部突破ガズレレフェア、ね、フェアなんですけど、開催期間は8月の上旬ということになってますね。ちょっと間違えちゃいけないので確認すると、8月上旬から9月いっぱいにかけて、全国の書店さん、楽器店さんなどで、開催します。リットミュージック社さん、日本最大の音楽出版社リットミュージック社さんから発売しているガズレレ関連本、累計20万部を突破したガズレレフェアを開催します。これが1個目のでっかいお知らせです。いや皆さん、20万部ってこう言いますけれどもですね、これとんでもない数字なんですよ。今出版不況という言葉が囁かれても、かなり経つわけですけれどもですね。いやもう本当にすごい、もうひっくり返るぐらいのこの部数となっております。これはね、ひとえにですね、やっぱりガズレレも皆さんご活用いただいてるっていう証だと思うんですよね。やっぱり簡単でわかりやすくて、もうみんな誰でもすぐに歌えちゃうという、その魔法がかかったこの本でございます。ぜひ皆さんよろしくお願いします。ちょっと関連情報としまして、このソングブック6、8月17日にだから最新版の、ガズレレの本が、販売になります。もうこれ Amazon で予約が始まってるんですけど、ちょっとここでいつも言ってる話なんですけど、このガズレレフェアで、何があるか、だから Amazon の予約始まってるんですけど、ちょっと待ってもらってもいいかもしれないというこの後入っていきます。じゃあ2つ目のお知らせでございます。2つ目のお知らせではですね、ガズレレ20万部、突破キャンペーンをやっている、キャンペーンをやっているそのお店の店舗で専用の帯が巻かれた、はい、本にね、この帯が巻かれる予定です。キャンペーンやってくださってるところに、はい、この帯がついてる、楽譜本を、購入していただいた方に、はい、ミニノートブックを、このデザインです。ミニノートです。ちっちゃいですよ、ちっちゃいですけど、ノート、ノベルティですよね。ノベルティなんですよこれ。ノベルティっていうのはね、皆さん買おうと思ったって買えないんですよ。この2024年の8月のこのガズレレ、20万部キャンペーン中に本を買った人しか、ゲットできない、もうめちゃくちゃプレミアムなノートです。他では手に入らないんです。これを皆さんぜひゲットしてください。その期間中にそのキャンペーンをやっているお店でガズレレ本関係買ってくださった方には漏れなく全員このノートブックをプレゼントします。これはいいですよ皆さん。はい、そこにコードを書き込むのもいいし、ガズレで気がついたポイントを書いて、まあ、楽譜を書いてもいいし、まあ、ちっちゃいですけどね、持ち運びがいいよということで、はい、これぜひゲットしていただきたいということで、Amazon だとこういうのつかないんで、特典がね。だから、ぜひ、キャンペーンをやってるお店で、この、今度出る、黄緑色の、このソングブック6も、8月17日発売のこの本もですね、キャンペーン対象商品になってますからね。もちろん過去に出したこのずらっと並んでる、まあ、この他にもいっぱいありますけど、このガズレレ本が対象になっております。はい。そしてね、それだけじゃないんです。はい。お知らせその3。その3がですね、またダブルプレゼント。さらに、その帯のところから応募できる抽選で、3名の方に、ガズの初めてウクレレ、はい、ガズのしかもサイン入りで、抽選で3名様に当たるというダブルプレゼントがあります。これは嬉しいですね、皆さん。だから、やっぱりこのガズレレフェアを待ってください、皆さん。全国の書店さん、楽器店さんなど本を取り扱っている店舗様で開催されるということになってますんでね。そうしたらちょっとこれ、ちょっとワクワクしますね。今年の、2024年の8月はもうガズレレフェア、盛り上がろう。音楽やると楽しい。しかも夏って言ったらウクレレぴったりですからね。もういろんな名曲、楽譜に山ほど入ってますからですね。あ、ちなみに、この黄緑色の本の、曲目とか、100曲入りですからね、こっちもね、今度8月17日に出るやつ。これ概要欄にご案内貼っておくんですけど、Amazon の販売ページを見ると曲名とか出てますんで。Amazon、まあぜひご活用いたさせていただきたいんですけどね。はい。じゃあ次、4つ目のお知らせになります。4つ目のお知らせはですね、こっからがですね、皆さん、
聞いてほしい話です。現在、このガズレレキャンペーン、ガズレレ20万部突破記念キャンペーンを開催してくれる書店さん、楽器店さん、あと本を取り扱ってくる、まあ、雑貨屋さんとかいろいろ、皆さんの街にもあると思うんですけど、その店舗をですね、募集しております。立東ミュージック社さんからご案内がある店舗があると思うんですけど、まあ、全国にね、立東ミュージックさんから今度ガズレレフェアっていうのがありますから、皆さん、お店で、このガズレレフェアを開催しませんかというご案内が今全国に出ております。で、そこで反応してくれた、私の店はこのガズレレフェアやりたいよというお店が、その対象の店舗になるということなんですけど、今日はですね、二つちょっとここでお願いがあって、もしこの動画を見ている方で、書店さんの店員さんとか、書店さんの、社員をやってますよとか、アルバイトやってますよという方や、楽器店さんで働いてます私とか、楽器店さん、楽器店で、卸売りやってますみたいな、そういう方がいらっしゃったらですね、ぜひこのリットミュージックガズレレ20万部キャンペーンの参加店舗になってください。上司に言っていただくとか、店長さんにお願いしてみるとか、今これガズレレ盛り上がってるんで、うちの店でやったらいいと思いますよって言ったら、ね、ガズレレやってる方が来て、そこでみんなノートをね、こう、ノベルティをもらって、またガズレレ盛り上がって、そしていい感じかなというふうに思って、あと夏のね、そういう書店さんとか楽器店さんの夏のこのお楽しみイベントとして、子供たちも夏休みでウクレレやるという機会もあるかもしれないし、すごいいいコンテンツだと思うんですよね。なんでぜひ店員さんやスタッフの方、そこで働いてる方、ぜひガズレレ20万部、キャンペーンやってくださいというのが1個目で、あともう1個のお願いがあるんですよ。こっちはなかなかダイナミックなお願いなんですけど、この動画を見てくださってるガズレレただ楽しんでいる皆さん、皆さんのご近所の書店さん、楽器店さん、本を取り扱っているいろんな店舗さんのところに、行っていただいて、今度8月にリットミュージック社から出る、ガズレレ本の20万部キャンペーンって、この店でやりますか？やりませんか？って聞いていただいて、もしやらないってことだったら、ぜひやってください。私、本当にこれいいと思います、みたいな感じで、おすすめしていただきたいですね。やっぱり、そういうお店の方って、お客さんの声ってやっぱりね、あ、そういうのが今ね、話題になってんのかなとか、面白そうだなという、なんかすごくいいきっかけに、なってくれると思うんで、もう皆さん、このガズレレ YouTube を見てる皆さんが、やっぱりこの、なんていうか、この笑顔増やし活動、ガズレレって音楽で笑顔を増やそうよという活動なんですよ。それにちょっと今回協力をいただきましてですね、なおかつ皆さんのお近くの書店さんとかで、そのガズレレ20万部フェアでノートもゲットできるし、ウクレレ当たるかもしれないしということで、こうワクワクの、こう、エリアをですね、こう日本中のこう、お店で増やしていけたら素晴らしいじゃないですかということで、お願いでございます。はい、皆さん、行きつけの本屋さん、書店さん、楽器店さんなどに行って、ちょっとガズレレ20万部フェアのお願いをしてください。お願いします。とは言ってもですね、今もうかなりね、20万部、ガズレレ20万部フェアに参加してくださってる店舗様、全国、すごく増えております。ありがたいです。私もですね、昨日、自分が住んでいる町の一番大きい本屋さんに行って、いや、実はこの20万部キャンペーンをって言いかけたら、もうガズレレさん、やりますよ、うちの店舗ではって言ってくれて、わあ、ありがとうございますなんていう話があったんですけど、ぜひなんかそんな感じでですね、皆さんの近くの本屋さんとかに行っていただいて、ちょっと聞いてみてください。あ、そしてちょっと言い忘れてましたけど、このガズレレ20万部フェアを開催するかどうか、のその期限なんですけど、7月31日までに、そのリットミュージック社の、その担当のところにご連絡をいただくと、開催決定ということになります。7月31日までのそのお店募集期間中なんで、その間にね、皆さんぜひお願いしたいんですけど、詳細はですね、概要欄に貼っておきます。リットミュージック社さんの担当のメールアドレス、貼っとくんで、店舗様の方とか、ちょっとそのメールアドレスからお問い合わせをいただくと、リットミュージック社のスタッフから、ご案内があると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。そして最後5つ目なんですけれども、これはですね、最後のまとめなんですけど、そのリットミュージック社さんガズレレ20万部キャンペーンをやる全国のお店のリストはですね、リットミュージックの公式ホームページにて、8月上旬にリストで公開されますんで、皆さんは、私の近所ではここの店でガズレレフェアやってるんだな、みたいな感じで探していただいて、そこにお伺いしていただければですね、キャンペーン対象のその、ノベルティノート、ガズレレミニノートとか、応募ができるよという、応募というか、そっちは漏れなくですけど、ガズレレウクレレの応募もできるよというキャンペーンのお店が分かるようになりますんで。はい、そういうお知らせでした。5つのお知らせ。なんで、まあ、お知らせとお願いということですね。はい、ぜひ皆さん、この笑顔を増やし活動にご協力くださいませ。
よろしくお願いします。そしてですね、本当に面白いことにですね、同じタイミングで、ガズレレ YouTube チャンネル。今朝のですね、ガズレレ YouTube のチャンネル登録者の方、この数字です。あれ、これもしかして、このペースでいくと、2024年のこの8月のガズレレ20万部キャンペーンが始まるかどうかとか、それ、ちょっと超えちゃうかもしれないけど、今年の夏かぐらいには、これガズレレ YouTube のチャンネル登録者の方も20万部いくんじゃねえのっていう話に なりそうじゃないですか。なんかちなみに、この28日間で1100人の方がガズレレに新たにね、チャンネル登録に登録してくださってるっていうことを逆算すると、あれ、すごいなと思って素晴らしいと思います。で、まあ、ね、いつもこの話するんですけど、このチャンネル登録の方が増えるのは嬉しいとか、この本が20万部超えたのは嬉しいって確かに嬉しいですよ。だけど、その数字はあんまり別に、なんていうのかな、僕どうでもいいんですよね。で、ガズレレの場合面白いのが、本を買って終わりじゃないですか。本を買って終わりじゃなくて、その本を使ってみんな楽譜を見ながらもう夢中で演奏してるっていうことが絶対ついてくるわけです。ガズレレ YouTube チャンネルも、ガズレレ YouTube チャンネルに登録してくださった方は、その後、ずっとこう動画見て、この、音楽にやってくれてると。音楽を聴くからやるに変えてくれて、しかも音楽やってると面白いじゃないですか。だから笑顔が増えてると思ってるんですよね。で、それで僕はガズレレは笑顔増やし活動だと思ってるわけなんですけども、それだけの方がこう、なんていうのかな、音楽に出会って、自分でプレイする、自分でやる方の音楽に回って、まあ、日々楽しんでおられて、毎日ポップな音楽時間を手に入れていただけてると思うことが嬉しいわけですよ。なんでこれはですね、そういう意味では、この数字が増えていくっていうのは、本当僕がね、やりたい活動にどん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 やっぱり、広がっていくっていう、まあまあ状況になっているわけでございます。そういうわけでですね、本当にありがとうございます。そして、どんどんまた楽しんでくださいね、ガズレレ。本当いろんなコンテンツみんなもっとね、面白くなるようなことを日々考えているし、新しいコンテンツもどんどん増やしていこうと思ってます。まあ、ウクレレもね、楽しいウクレレ、面白いウクレレもいっぱいリリースしてるし、楽しいこと、もうまだこれから山ほど起こります。で、これが増えていけば増えていくほど、もっといろんな可能性が出てくると思いますんで、ぜひ皆さん、あっちからこっちからガズレレ面白がってください。そして、まあ、誰かにガズレレ面白いよと言ってウクレレを教えてあげるっていうことも、この笑顔増やし活動の一環ですから、もう皆さんもですね、この笑顔を増やす側に回っていただいてですね、まあ今回の書店さんとか楽器店さんに20万部キャンペーンやらないんですかって聞いていただくのもそうだし、皆さんのお友達にこのウクレレ教えるよって言って一緒にこうワイワイセッションするっていうのも一個のですね、まあ笑顔増やし活動、ガズレレをね、こう面白がっていく活動こそがね、結局笑顔を生むっていうふうに思うと素晴らしいなというふうに思います。はい。ちょっと長くなりましたけど、今日はその20万部、超えるぞ記念キャンペーンのお知らせとお願いをさせていただきました。さあ、引き続き、毎日もりもり、ウクレレで、音楽で、ガズレレで、楽しんでいくぞ。皆さんどうも本当にありがとうございます。さあ、笑顔とともに、今日も行って参ります。それでは皆さん、よろしくお願いします。ありがとう。バイバイ。